どうも、埼玉スルの御蔵です。今回はですね、春の中が久々に床引きのデッドリフトを行うということで、その記録挑戦について動画をお送りしたいと思います。今日チャレンジするのは220キロ、果たして上がるんでしょうか。それでは早速220キロチャレンジです。はい、上がりませんでしたね。ということでもう一回チャレンジします。あー、ぶねー、打ち上がりましたね。ここからもダウンセットです。1、まだ1だよ。2、休み時間が長かったのでここは4倍速でお送りしています。9、あと8、あと8だよ。まだ待て、ここも休み時間が長かったので4倍速でお送りしてます。以上が、ハロー中のデッドリフトトレーニングでした。デッドリフトは220キロ無事成功、あとは、190、180、170、それぞれ3回ずつ、あとのメニューは懸垂が10回3セット、シーテッドローは35キロで10回3セット、シットアップ、こちらは腹筋ですね、腹筋ということで20回3セット、あとは3頭の、ケーブルプレスダウン、こちら20キロを15回3セットというメニューでした。でおまけです、温蔵も言ったので、220キロ同様に、こちら3回ですけども、やってまいりました。一応私にとって220キロそんなに重くはないので、今回は3回でセット数を6セットということで追い込んできました。はい、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。